はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、タミヤのアルファロメオ 155V6TI、ICR 仕様、マルティニカラーのやつですねの制作の続きをやっていこうと思います。で、今回の動画でやっていくのは、このボディの、クリア塗装をやっていこうと思います。はい。で、特に変わったことはなく、いつものように、クリアを拭いていくっていう感じなんで、早速やっていきましょう。で、一箇所だけね、ちょっと視聴者さんから、写真の資料をいただいて、ここのフェンダーの部分、ここだけちょっと形状がね、実写と違ったので、僕が貼ったプラ板がね、形状が違ったので、それに合わせてここちょっと切りました。切って断面のところ同じ EX ホワイトでタッチアップしてっていう感じにしてあります。ちょっと切れ目は完全に綺麗ではないけど、いいでしょう。ここちょっとね、一回落として折れちゃったのもあったんでね、こんな感じになってますけども、これでいきましょう。はい、というわけで早速拭いていきます。はい、それでは早速やっていきましょう。で、いつものように最初に使うのはオートクリア、フィニッシャーズのオートクリアをちょっとシャバシャバめ、1対3ぐらいですねのシャバシャバめにしたものをしっかり砂拭きしていきます。これでデカールにちょっと溶剤とクリアをね、染み込ませてあげて、ボディの塗装面との密着度を上げてあげるっていう感じですね。こんな感じでデカールの上を中心にまんべんなくクリアを乗せていきます。埃がついた。あれ。とりあえずいいや。ちょっとざっとね、こんな感じで、クリアを拭いてあげたので、これでちょっと乾かしていきます。はい。そしたらだいたい乾いたので、次この上に。オートクリアのほぼ原液を塗っていきます。ちょっとだけ薄め液足してますけども、ほぼ原液ぐらいなのを上に塗っていきます。これはある程度ちょっとしっかりめに拭いてあげる感じ。で、このオートクリアはデカール保護っていう意味で封じてるっていうのもあるので、デカールの上をね、中心に拭いていきます。こんな感じ。こんな感じでね、全体に拭いてあげます。この時点ではまだそんなにツヤツヤになってなくても大丈夫なので、結構濃いめなんでね、ツヤツヤになりにくいので、これであんまりやりすぎちゃうと塗膜が厚くなっちゃうので、これぐらいでいいかなと思います。これをね、全パーツに拭いていきます。はい、
そしたらね、クリアが乾いたのでオートクリアが乾いたので、次はこっから EX クリアを重ねていこうと思います。で、また、尺は1.1ぐらいですかね、感覚的に言うと、まあちょっと濃いめの EX クリアをこの上にかけていきます。ではやっていきます。はい、こんな感じ。こんな感じですね。まあ、これで、しっかり乾かしていって、このクリアはこの後中研ぎをするための、保護層っていう形にもなるので、まあ割とちょっと濃いめのクリアでしっかりと拭いてあげるっていう風にしてあげるといいと思います。で、これでしっかり乾燥させてあげて中研ぎをやっていきます。はい、そしたら、乾燥して、2000番で、中研ぎをしました。こんな感じ、全体をね、全体をというかデカールの上を中心に2000番でペーパーをかけて、まあ、デカールの断層を目立ちにくくしたっていう感じですねにしましたので、もう一丁クリア EX クリアを拭いていきます。で、さっきよりは希釈をちょっと緩くしてあります。だいたい感覚的に言うと、クリア1に対して、シンナーをだいたい 1.2 ぐらいですかね、ぐらいで希釈してあるのを拭いていきます。ではやっていきます。とホコリが、はい、とこんな感じで、さっきまでのクリアと違って今回はちょっと希釈を薄くしたのもあって、もう光沢を出していくためのクリアになるので、こんな感じでね、しっかりとしっかりウェットな感じになるように吹き付けてあります。で、これで、乾燥させていくっていう感じなんですけど、もうこれぐらいからなるべく乾燥機使わずに乾燥させた方がいいと思うので、乾燥機のスイッチを入れずに、乾燥機の中に入れる、まあホコリ余計ですねっていう感じで、乾かしていこうと思います。ただ他のも全部拭いていきます。はい、そしたらですね、まあ、ちょっと段取り的な関係で一晩乾燥をさせたんですけども、まあ一晩も乾燥させる必要はないです。あの、本当ならね、本当だったら1時間か1時間半ぐらい乾燥させてあげたらいいんですけども、ちょっとあの帰って寝たかったっていうのもあって、一晩乾燥させました。で、乾燥するとこういう感じ、ボディの表面はまあほぼほぼね、もう別に研がなくてもいいかなぐらいなぐらいまでツヤは出てるかなとは思うんですけど、やっぱりこのデカールの上
と塗装面の上とでちょっとこの表面の状態の差があったりとか、まあ、ところどころちょっとアラがあったりっていうのはあるので、やっぱり最後軽く研ぐ工程は入れたいので、ちょっと今のまんまの塗膜の厚みだと心もとないので、もう一回だけねクリアを拭いていこうと思います。で、ちょっと今回は、まあ、ちょっと僕的にも実験っていうのもあって、一番最後だけクワトロポリテのマルチンナーを使わずにいこうと思います。まあこれはちょっと他の人が真似できないんであれなんですけど、うちのお店で貸し出し用のシンナーをこの間ちょっと新しく作ったんですよね。塗料屋さんにお願いして作ってもらって、で、まあ、ちょっとあのクワトロポルテのマルチシンナーとあの一般で売ってる薄め液の中間ぐらいのシンナーを作ったので、それを使って最後、オーバーコートしていこうと思います。まあ、特徴としてはツヤは出るんだけど乾燥が少し遅め、あのレベリング薄め液ほどではないですけども、クワトロポルテと比べるとちょっと乾燥遅めっていう、薄め液になってるので、それを使ってやっていこうと思います。まあ均等にね、全体を均等に濡れた状態にしやすいっていうのを狙ってそういう特性にしてます。なので、やっていきましょう。まあこれ中身がそのシンナーなんですけど、まあ、大体これで、希釈率を、クリア1に対して薄め液を 1.2 ぐらいですね、感覚的には。まあこう僕の感覚的には泡の立ち方で考えるんで、あの1対1ぐらいだとね、こう泡の上まで上がってくるんですよ。でそれよりも薄くなってくると泡がね途中までしか上がってこなくなるので、それぐらいな感じ。薄すぎると全く泡が上がってこなくて表面でブクブク言うだけになっちゃうので、ちょっと泡が出るけどこのカップの縁までは泡が上がってこないぐらいな感じで、僕はいつもクリアを拭くのでそれでいこうと思います。はい。で、クワトロポルテと違って、クワトロポルテと違ってちょっと垂れやすい、垂れやすいというと語弊があるな、クワトロポルテが垂れなさすぎるんです。クワトロポルテはあれほんと垂れないんで、結構ねガンガン拭いても大丈夫なんですけど、こっちのシンナーの場合はやっぱりクワトロポルテほどの食いつきがないので、ちょっと垂れやすくなってるので、その辺ちょっと気をつけながらやっていきます。なら最後、ラストのクリアやっていきます。こんな感じ、こんな感じで、まあ、乾燥がちょっとゆっくりめなんでね、こんな感じで拭いても全体がしっかりウェットな感じになってくれるので、これでしっかり乾かしていこうと思います。でまたこれは先と一緒で、乾燥機のスイッチを入れずに、ホコリよけで蓋だけしてっていう感じで自然乾燥で乾燥させていきます。
というわけで、1時間ぐらいですかね、1時間ぐらい常温で乾燥させてあげて、こんな感じ。まあ、やっぱりちょっとね、デカールの上、この上の部分ですね、こう天井の照明当ててあげても、この塗装面とデカールの上とでちょっとやっぱり表面の感じが変わっちゃうんですよね。これはもう素材が違うんで、ある程度はもう仕方ないっていう部分もあるので、まあ別にこれでも気にしないっていう人はね、別にこのまんまでもいいとは思います。それなりにツヤはあるんで、別にこのままでも全然いいとは思うんですが、まあ気になるって方は、まあここから軽く研ぎ出しっていう感じでしてあげればいいんじゃないかなと思います。まあこれぐらいの表面の状態であれば、まあ研ぎ出しも多分1時間半ぐらいあれば終わると思いますので、そんな感じでしてあげたらいいんじゃないかなというふうに思います。こんな感じなんでね、まあポイントとしては、まあ塗っていく上で、クリアを重ねていく上で、ちょっとずつ、シンナーの希釈、クリアの希釈度合いをちょっとずつ薄くしていくっていうのが一番のポイントかなというふうに思います。でまあこの辺は人によってやり方が違うっていう部分もあるんですけど、よくあるシャバシャバのクリアを上から拭くっていうやり方も、あれもまあ一つのやり方ではあるんですけど、僕みたいな感じで、まあ、濃いめのクリアからちょっとずつ薄くしていくっていう方法でやって、で最後にシャバシャバクリア拭くと、大抵の場合は逆の結果になっちゃいます。最後のそのシャビシャビクリアに入ってるその溶剤成分で、せっかくそこまで整ってきてた表面が逆に荒れちゃう、荒れた上に端に寄ってしまう、端に寄っていってしまうっていう結果になって、最終的に表面がグズグズになっちゃうっていう場合が多いので、僕のやり方でやる場合はシャビシャビクリアっていうやり方っていうのはあまりおすすめはしないかなと思います。ただまああれでいい結果を出してはる人もいてはるので、その人のやり方でやるんであればそれはそれで正解なんじゃないかなと思うので、その辺はまあその人に教えてもらいに行くか、自分でいろいろ試してそういう方法を見つけるかっていう感じにはなるんですけども、まあ、僕の場合は基本もうどんだけ薄くしても1対 1.34 ぐらい、 1.5 までいったら僕的にはもう薄すぎるかなぐらいな感じだと思うので、その辺をね、気をつけてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ただまあ僕のやり方だけが正解というわけではないので、人それぞれいろんなやり方っていうのはあると思うので、いろいろ試してもらったらいいかなと思います。まあ僕のやり方でやると、まあ最低でもこれぐらいの仕上がりにはなりますよっていう感じです。はい、でまあね、若干言い訳がましい話にはなるんですけど、動画撮ってなければね、もうちょっと綺麗に撮れます多分動画やってるとどうしてもね、画角とかいろいろ気にしない、しながらやってるとどうしてもちょっと失敗したりっていうのは多くなっちゃうので、まあでもこれぐらいの表面に仕上がってれば OK なんじゃないですかね、僕的には。はい、というわけで、まあ、こんな感じで、クリア拭きができましたので、次の動画研ぎ出しやるほどの表面でもないかなとは思うんですが、まあ一応研ぎ出しやりましょうかね。はい、次回の動画では研ぎ出しをやっていこうと思いますので、また続きを見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。